カウントダウン TV をご覧の皆さん、どうもこんばんは、隊長です。すいません、嘘です。ですね、今日は僕、このプレイステーション2のこのゲームを実況させていただきたいと思うんですけど、ごめん。ごめんね。クリティカルベロシティっていう、なんか、ナムコのですね、すごい昔のゲームですね、これ多分。僕が中学校ぐらいの時に、店で、なんか、見た覚えがあるんで、多分、どうだ、今から、7、8年ぐらい前ですかね。のゲームなんですけど、これ100円で売ってたんで、これちょっとプレイしてみます。突然、俺たちの前に現れた謎の暴走車。どうやら追っ手のパトカーを振り切るらしいな。ん？おっと、僕は誤って×ボタンを押してしまったようだ。用件って基本×がね、決定じゃないですか。間違えちゃうよね。間違えちゃうよね。これ和ゲーですからね。かっこいいですね、これ。じゃ、まだ操作がいまいちよくわかんないんですけど。つい、最近の車のゲームって基本 R2 が、プレイステーション3だと R2 が大体アクセルじゃないですか。僕思いっきり R2 をしたんですけど、これバツみたいですわ。浮かんですね。ちょっと時代を感じますね。もう早速ね、かなり距離を かなり距離が、なんかあれですね、やっぱナムコのゲームだけあって、なんかちょっとオープニングもそうだけど、ちょっとリッチレーサーっぽいというか、車のデザインというか、これニトロが使えるんですね。あれ、これ追い越していいのか、追い越していいのか、なんかあんまり良くない気がしてきたな、これ。ちょっと追えってやつもんね。そうか、この、このパトカーを、なるほど。車が HP があったんで、なるほど。人はあれなんですね。人にぶつかっても、引かれるとかないですね。やばい、やばい、なかなか。おーっと、何気にちょっと僕の方もね、だいぶ だいぶ食らっている。いや、まずいまずいまずい。四角でブレーキ。やばいやばいやばい。これちょっと待ってよ。これ確かにパトカーからこの女の人が乗っている車を守んないといけないやつですね。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい、だいぶ、バカ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 、嫌い、そういうの。わわわわわわ、やばいやばい。今どこにいるんだ、今自分はどこにいる、みんなどこ行った、みんなどこ行った。見えた見えた。これはまずい。これはまずい。よかった。今なんかぶつかった感じがしたんだけど。なんとかクリアできました。かっこいいな。紅茶おいしい。逃げるの助けてやったんだし、例の一言ぐらいあってもいいよな。しつこくて困ってたの、助かったわ。じゃあ急ぐから。可愛いですね。可愛いな。結構好みだぞ。結構好みだぞ、これは。スピード違反を取り逃がしただと。バカモンが。ですが、ハートマン刑事、追跡中に邪魔が入って。だったらなんだ。そんなことで町の治安が守れるか。これを見ろ。隣町で暴れていたストーマーどもがこの町に流れてきている。たちの悪いチビラだ。
ストーマーの中にも良心的なものはおりますが。バカ者、依頼と称して町を暴走するような奴らに良心なんかない。この町ではこいつらに好き勝手はさせんぞ。おっと、早速来たぜ。はい、こちらスパイクホークストーマー事務所、依頼かい？助けてくれ、全財産盗まれちまった。ダウンタウンの映画館前まで来てもらえんか？分かった、すぐ向かう。詳しくは会って話そう。この町での初依頼だ、頼りにしてるぜ、ソウル。リザルトが出ましたね、これは。これはどうなんだ。 A、 ああ、ま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 あ、逆に A をいただけてよかったと、思う。だからセーブってのが難しいね。なんかこのメモリーカード、メモリーカード差し込み口1だ。懐かしいな。マップに表示されているこの赤いポイントですね、こちらに向かうとさっきのムービーで流れた人のとこに行ける、あのおじいさんですね、カバンを盗まれてしまったという、全財産をなぜ持ち歩いているのかという気はするんですが、とりあえずそのおじいさんをちょっとね助けに行きましょう。おっと、これグラセフのパトカー、グラセフのおまわりさんよ、結構厳しいですね。グラセフとかってガンガンスピード出してね、横通過しても何も音がめなしですからね。あ、これで済んだか。あ、Lで後ろに、あ、今ちょっと通り過ぎてしまった。ちょっとあれ軽くドライブかけたね。おお、結構街の、わーっと、結構街の至る場所に思わずいるんですね。ちょっと交通法規を守って、あ、すごい、1速、2速、3速、4速、お、ちゃんとギア比まで表示されるんですね。あ、すごい。あ、これなんか NT での操作とかないのかな。だったらね、そっちでやってみたいな。おーっと、あれだ。おお。スパイクホークのもんだが、あんた電話くれた人かい？ああ、早かったな。よろしく頼む。で、依頼ってのは？実はついさっき後ろから来た車にカバンをひったくられたんじゃ。警察には通報しなかったのか？もちろんしたとも。だがひったくりぐらいではなかなか来てくれんのだ。じゃあ俺たちが犯人捕まえてやるよ。頼む、カバンさえ戻れば礼は弾むから。どうも、死刑のものですが。この辺りでひったくりの通報があったんだが、何かご存知ありませんか？通報したのはわしじゃよ。もうずいぶん前だがね。もういいんじゃ、この兄ちゃんたちに頼んだからな。貴様らストーマーだな。なんか文句あるのかよ。なんだそのチャラチャラした格好は。職業も服装も遊び半分か。なんだと。待てソウル、この町に来て早々揉め事起こしすぎだぞ。なん
や隣町で暴れてたストーマーってのは貴様らか。俺は死刑のハートマンだ。ストーマー、ギャング、なんであれ町を荒らす奴は俺が一掃してやる。ストーマーもギャングも一緒くたかよ。ギャン、ひったくりを捕まえて。あの黒目じゃ、わしの鞄をひったくったのは。さあ、任しときな。探す手間が省けたぜ。おい、しばらく待て。いやなかなかいい熱い展開ですね。初依頼だ。ストーマーとしてこの町で名を売るためにもこの依頼をぜひとも成功させなくちゃなと。ターゲットはひったくり犯の車だ。依頼人のカバンを盗んだとんでもねえやつらだぜ。ハートマンとかいう刑事も、犯人を追ってるようだが、これは俺たちの獲物だ。先を越されるなよ。うん、追っかけて絶対とっ捕まえてやらなきゃな。油断して見失ったりしないでくれよ。でももしターゲットを見失ってしまうと焦らずに魔法かけずに、よし、OK、行こう。もう行こう。まあ、とりあえずさっきのなんか騒がしい車を捕まえちゃうんですね。はい、こいつ、ああもうね、相変わらずこの丸とバツを間違える。用芸ばっかやってるやつが急に割りやるとなかなかゲームが進まない。あるよね、こういうの。あるよね、うん、あるある、あるあるだわ。ゲームあるあるだ。バツが熱い。このハートマンさんのこのことかがだいぶよろしくないですね。どうかで、この赤いやつがニトロ、ドニトロ、ああ、あれね。ライフハイですね。ライフハイ、ラッキーラッキー、薬なんだ。おーおーおー、あー、この何なんだ。うわーいかん、今のはいかん。アルファードマンスだいぶ一緒にいますね。引っかかったか。よし、ここで、ドミトロが取れなかった。ドミトロが取れなかった。あとあれですね、さっきのムービーシーンなんですけど、なんかキャラクターたちがちゃんと声と口のパクパクがあって、まあすごいなと思って。この消火栓のこの火花とかも何も起こってるよね。さすがなんだよな。よし、これでこれで決める、これで決める。よしよし、これ絶対、これ依頼受けても絶対これマイナスだよね。うん、めっちゃ壊してるもん。遅かったな、おっさん。余計なこと。貴様のしたことは捜査の妨害だ。街中での暴走行為も見逃すわけにはいかない。貴様らを逮捕する。あ、私のバッグ、よかった。あんたのカバンも取り返したぜ。ありがとう。カバンが戻らなかったらわしは野垂れ死にちゃった。逮捕だ。おお、ひったくり犯の逮捕ですな。いや、二度とひったくりなどせんよ。きつくお気を据えてやってくだされ。
貴様らみたいな輩は絶対に大きな犯罪を犯すに決まっている。いいか、その時は容赦なく逮捕するからな。見逃してくれたみたいだな。今回だけはってことだろ。はい、スパイクホークストーマー事務所。もしもし、わしは宝石商のタイラーだ。商品の輸送を頼みたいんだが、大至急アップタウンのわしの家に来てもらえんか。わかった、今からそちらに向かう。次はアップタウンの宝石商の家だもんさ。さあ今回はどんな点数、どんな評価なんでしょうかね。あ、なんか赤字が少ない。これ、あー、ええか、ストーマーレベルが上がりました。それでは、さっき話した宝石商の依頼を受けに行きたいと思います。この車かっこいいな。おお、危ない、もう、ああ、危ない、危ない。そこまで見ますね、ボルト。倒しちゃうか。そこ倒しちゃおう。おっと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 、あっ、え捕まった。あー、これパトカーの前で一瞬でも止まったらアウトなんですね。わー、これ絡まんときゃよかった。わー、すごいショック。てかあれだね、罰金払ってなぜか車もなんか直ってるね。さっきもなんかパカパカしちゃったね。もうちょっとスタートボタンみたいな、あ、近くもやってますね。おー、あー、結構これね、ブレーキが難しいですね。効かないのかな。あ、違う、違う、違う。そう、もう普段車を運転するんですけど、結構ね、ナビの指示する一本前のところで曲がっちゃったりね、しちゃうよね。結構しちゃう。でもまさかゲームでもやっちゃうとは思わんかったな。あんたが宝石商のタイラーさん。俺たちスパイクを。遅かったじゃないか。急ぎと言ったろ。すいませんね。ああ、いや、すまない、時間がないもので、つい、実は急いでレッドダイヤを空輸したいんだ。空港にダイヤを運ぶだけか、楽勝だぜ。そんなに簡単じゃないぞ。レッドダイヤはとても価値が高いから、輸送中の盗難未遂はしょっちゅうだ。今回も危険ってわけか。ま、俺たちに任しときな。空港で空輸担当が君たちのことを待っている。頼んだよ。そんなとんでもないお宝の輸送を頼まれるって、結構主人公たちでだいぶ信頼されてるんですね。ああ、3回目だよ。またバスと丸間違えたよ。あ、いいのか。よし。
あ、なんかちょっと待って、カスタマイズ、カスタマイズがある。チューニングパーツ、アシストパーツ、ニトロパーツ。お、車体カラーを変える。何でしょう。あ、オレンジとかかっこいいよね。オレンジとかなんかかっこいいよね。違うね。アシストパーツ、チューニングパーツ。あ、なるほど。どっかお店で買えってやつだね。とりあえず、まあ、色を変えただけですが、とりあえずこれでいこうと思います。これはさっき の女の子のってやつですね。ですね、マップ広いし、なんか海とか、なんかおお、いかんやつだね。あ、これ敵だね。っていうか、あ、これあの女の子ですね。やばい。うわ、ライフが削られている。やばい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 。ちょっと待って、結構削られてるじゃん。うわ、ちょっとこれやばいよ。うわ、逃げなかったこれ。え、なんで、なんか僕の車の方が速そうな、なんか向こうの車の、なんかすごいガンガンするよね。え、なんかものすごい向こうの、え、強いぞ、しかも。え、あれ、逃げ切れた。バカバカしてた。あ、バカ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 予想してた。完全に一緒しかいなかった。強い。何にぶつかっても、あ、来るわ。さっきのあれ、うわー、いあれ、バックは、あ、三角ね。バックは三角なんですよ。もう時間もギリギリだ。危ねえ。もう危なかった。これはひどいこれはひどい。あとは空輸ですのでもう大丈夫ですよ。ああそうそう、ダウンタウンにあるカーショップのオーナーが腕利きのストーマーを探してるはずです。よかったら行ってみたらどうです。なんか行ってみたいですね。これはこれは気になるな。わかった、ありがとうよ。ちょっとあんたたち、これで勝ったと思わないでよね。あ、怒った表情もとても素敵ですよ。うん、お前こないだろ、お前宝石泥棒だったのか。人聞きの悪いこと言わないで。依頼だからやったまでよ。依頼ってことはまさか盗尿者か。いい、この町は私たちの縄張りなの。あなたには負けない。今後一切ね。素敵だ。今回はたまたま負けただけなんだから。そのぐらいにしておきなさいな。もう気が済んだでしょ。行きましょう。もう行っちゃうの？せめてお名前だけでも。私たちはベルザキャット。私はディアナ。こっちはホープよ。ベルザキャット、
知ってるのかゴードン。知ってるも何も有名だぜ。ストーマーとしては一流どころさ。ずいぶん前に大きな依頼を失敗したと聞いて以来名前を聞かなくなったが。ああ単なる昔の噂ですよ。デマかも。俺は信じてません。それじゃ失礼するわ。おいお前、あいつらとは関わるなって言ってたよな。あんなに綺麗な人だったとはな。あの人は俺の元に舞い降りた恋の女神ヴィーナスだ。女神が舞い降りるって面かよ。恋に無縁の野郎には理解できねえ気持ちさ。おい次はダウンタウンのカーショップだったな。あーこれ多分ひどいと思うよ。これはひどいんじゃないかな。いい。まあ評価をいただけるだけでありがたい。ありがたい。まあ切りがいいんで今回はここで締めさせていただきたいと思います。次回は、楽しいカーショップ編でいきたいと思います。それではどうもありがとうございました。